ははい皆さんこんこにちは村長です今日もチャット g p t のとっても便利な使い方それを皆さんと共有したいと思います今日やるのはチャット g p t を使って情報収集をより便利にするそれにはですね Google のスプレッドシートを使ってより早く便利に情報を集めようということで今日はもうそろそろですね 桜の時期にもなりますそして僕は住んでいるのは奈良の吉野という全国でも指折りの桜の名所そこまで5分ぐらいの距離のところが僕のスタジオの場所ですですから今日はテーマを桜の名所ということで情報を集めてみたいと思いますそれにはまず 画面ににありますように日本の桜の名所をできるだけ多くリストアップしてということでですねこうやって集めましたが10個しか出してくれなかったのでまたこのあとにも20箇所リストしてということで同じ形式で出してくださいというふうにこのようにまとめ上げました。そううするとと今ののののこころ36個の桜の名所がこのように リストアップされましたこれをこれからどういうふうに使うかということですそうしましてテキストエディターにこの右側のチャット GPT をそのまま貼り付けましたテキストファイルに貼り付けたというのはこのスペースハイフンスペースというのはありますよねこれをタブというのにしてですね表計算に持っていきやすくするためです表計算で これを分離してもいいんですけれども、この方法が今日はいいなと思ったので、これを置き換えたいと思います。今、なぞったこの部分をですね、置き換えします。置き換えは Ctrl-R で、置き換えができるようになっています。そして、正規表現と言いますけれども、円マーク T というのを押せばですね、これがタブという印ですよということになります。これで、 すべてを置き換えというふうにします。はい。置き換わりました。この桜エディターでは、このように山形、そしてスペースが空いたような、これがタブ記号というのが入ったということになります。そうしまして、これを保存したいと思います。まあ、場所はですね、デスクトップにしておきましょう。そして、名前を桜、 とこういう風にでもしてですね .csv というタブ区切りのデータにしたいと思います。これで保存をします。じゃあ今度は Google のスプレッドシートを開きます。はい、このようになりました。ここに読み込みたいと思います。ファイルからインポートを選びます。ここでですね。 ここにアップロードをします。ちょっとファイルを開きます。今画面にデスクトップが見えています。桜を探します。この桜 CSV。これを Google にアップロードします。ここにですね、インポート場所、スプレッドシート。選択したセルを先頭にデータを置き換えする。これにしましょう。そして区切り文字ですけれども、タブにしましたからタブ。 という風にします。そしてデータをインポートします。このようになりました。ちゃんとですね。項目が分かれています。タブをつけてあったからです。じゃあ、ここは名称という風に名前を入れておきます。そうしまして、まあ、ここにちょっと文言があるんですけど、この文言はあまり今回は意識しませんので。 セルは小さめにしておきましょう。そして、このセルすべてはですね、テキストの後ろはちょっと見えないように切っておきます。これはこのようにでいいわけです。そうしましたら、これの開花時期というのを入れたいと思います。ここに開花時期というふうに入れます。はい、このようにします。そして、ここで 住所を入れたいいい、と思います。はい、そうしましてあとはそうですね交通機関とかいうようなものも入れていいでしょうあまり長くならないようにここは最寄り駅というふうにしておきましょう「括弧電車」としておきましょうこのようにして「 情報収集をしたいと思います。開花時期というところにですね、式を入れたいと思うんですが、ここでです。拡張機能の中に GPT 4 o r s y n t s and Docs。このような Google Chrome のプラグインをインストールしています。皆さんも概要欄に貼っておきますので、これをインストールします。そうしまして、ここに セット API キーというのがあります。チャット GPT では API キーというのが必要になります。それはどうしたらいいかと言いましたら、チャット GPT のマイページに行きましたら、この一番右端に僕はパーソナルモードで有料プランに入ってるんですけれども、このようにして ViewAPI キーというのが選べます。これは無料でもできます。 そうしまして選んだ画面がここの画面です。API キーという風になっています。ここは本当はもっと長い名前ですけれども皆さんには見えないようにこうやってショートな名前になっています。これで作ることができます。これはこのようにショートになってしまいますのでちゃんとコピーをして覚えておく方がいいです。どこかに大事にしまっておきましょう。 そうしまして、先ほどのように、この拡張機能から API キーを入れるようにします。そうすると、このような画面が出てきます。ここのところに先ほどの API キーを入れるということになります。僕の場合はもうやってありますので、これは API キーがもう登録されているという状況です。そして、いちいち式を 覚えていられないので、僕はこのような形に定義をしてあります。この関数の定義をコピペしてですね、必要なところに貼り付けるようにしています。ちょっとこれをコピーしまして、そしてこの開花時期というところに貼り付けします。はい。この時に重要なこの式をこれからゆっくりお話しします。GTP ここまでが関数の呪文のようなものと思ってくださいそうしましてここでドル A2 というふうに書いていますなぜドルマークというのがあるかというとこれは動かない方がいいからです通常これは他のところに貼り付けたりしますとどんどんこの値が変わってくれたりするんですがドルをつけておくと A の列 いいうこととは変わらないよとで「2」とかいうのは「3456」と変えたい部分がありますのでドル A ドル2としてはダメですドル A2 としましてそして「&」というのは文字と文字字とととをつなぐということですそしてこの「京都の哲学の道」というここで文章を変えます「道」 の桜の開花時期をここ桜の開花時期をとしましたけれどもこの開花時期というのがここにありますよねこういう時はどうしたらいいかというとここで「桜の」までにしてもいいわけです。そして開花時期というのはこの C のところにありますのでここでですね えー、アンドで足し算をしまして今度は C ですねここの C のところで必ず一番上の行ドル1を引っ張ってきたいですのでこのようにしましてまたアンドという文字と文字を足し算するこの記号を入れまして 桜の開花時期までここで来たわけです。ここで、この教えてっていうところをですね、開花時期をどうしましょう。月日で教えてと。月日の形式で教えて。このようにします。そうしまして、Enter キーを押すと、はい。 チャット GPT に聞いてるのと同じような形でああ申し訳ありませんが私は情報を提供するための必要なデータにアクセスできなかったということですね開花時期というのは、えー、毎年異なるために観光協会に聞いてくださいと言われましたじゃあおおよそのというふうにしてみましょうこれも知らないかなおおよそで 教えてこううししましょうちょっとやってみましょうねおおよそなら教えてくれるかなはい今度は3月下旬から4月下旬というふうには言ってくれましたこれでは長すぎますよねですから簡潔にとしてみましょうまだ長く文章で言おうとしていますね難しいですね道の開花時期 そうですね、はい、できましたこれですね、一旦ビデオを止めて悪戦苦闘しました。桜の名所、京都の哲学の道の 桜の2020年の満開日を月と日だけ解答してというふうにしました。これで4月1日というふうに出てくれました。このように端的に出したかったんですね。じゃあこれでですね、あとはピューっとこれを引っ張るだけでいいわけです。ピー。 はい、ここまで。これだけでいいのに、ちゃんとこういうふうにしてくれたところと、そうでないところがありますよね。これもう一回、ここだけ、こで入れておきましょう。はい、これはどうしてもダメですね。はい、これも4月1日が変な やり方になっていますよねじゃあこれはこういう風にできるということでですねこの質問はちょっと良くなかったけれども検証だけしておきましょうやはりですねこの青森は4月22日になっていますそして大阪は3月27日になっているようにですねやっぱり一応ちゃんとですね 情報の持っているのはこのようになりました。じゃあちょっとこれも折りたたんでおきましょう。はい。では、ここに住所を持ってきたいと思います。これはピュッとこういうふうに、ここでですね、住所を回答して、教えてにしましょう。はい。京都ですからこんな感じに出てるのかな。 これは折り返ししましょう。はい、ちょっと詳しく出てますね。まあ、これもいいでしょう。そうしましたら、これをビューッと下に引っ張ります。はい、こんなの調べるって言ったらね、もう大変ですよね、一個一個。でも、このようにですね、住所を出してくれました。 形式がもっと揃ってくれたらさらにいいですけれどもですね。じゃあ、最寄り駅というのをやってみましょう。これを隣へコピーします。はい、そうしまして、最寄り駅、電車、これをコピペしましょう。はい、どうなるかな。えー、っとはいらんって。ねえ、これ、えーっとなんかいらん。電車の最寄り駅にしましょう。 はいどうしてもねこの「哲学の道は」と入れたくなるのでですね「駅だけを簡潔に教えて」あこれでいいじゃないですか本当ならねこれは駅の名前だけ教えてほしいですからねこれをちょっと詰めていきましょう。 はい、駅名だけにしましたらどうなるでしょうああこれでいいですねでこのセルはですねできたら上揃えにしておきましょうはいいいですねどれも上揃えにしておきますねこれからここまで全部はいじゃあこれで最寄り駅をずっと聞いていきましょう はい、このように一覧表ができました若干ですね直した方がいいものとかですねそういうのもありますが、まあ、情報収集としてはよしとしましょうそうしましてこのセルは一応ですね折り返しておきましょういろいろ書いてくれてあるのでですねこのセルは折り返して表示はい このようにしておきますね。開花時期はこうやって狭めておきましょう。一応折り返しておきます。そしてちょっとこの長すぎるのはもう消しておきましょう。データのないのがありますが、ちゃんと 整理するときはですね、こうやって少し編集なんかをすればいいと思います。じゃあこれでこの上はですね、見出しの色を変えておきましょう。これで薄く緑。はい。こんな感じでいいでしょうかね。そしてここはアンライトでもしておきましょう。こことここはセンター寄せ。 こうやって表を作ります。そうしましてこれをですねアウトプットしたいわけですけれどもファイルからダウンロードというのをしますそうしまして Web ページこれをしたいと思いますここでですね「さくら」というふうにファイル名を付けておきましょう ZIP ファイルでできますので「さくら ZIP」 というふうにダウンロードフォルダーに入れましたそうしましてこれを解凍しますはいこのようにダウンロードフォルダーに解凍されましたそしてここがちょっと文字化けのようになっていますのでこれを名前を変えたいと思います桜という名前にしておきましょうそして リソースというのがあります。ちょっと見ておきましょう。シートの CSS があるわけですね。じゃあこれをですね、このまま桜ホルダー越しですね、アップロードをしたいと思います。ここに FTP と言い,いまして、ホームページにアップロードするアップローダーがありますので、これをそのままホルダー越しここに入れます。このように入りましたね。桜 の中の桜。このようになりましたので、これがどのように表示されるか、ここで入力をしてみましょう。村長のテスト用のサーバーがあります。ここに桜ホルダーの桜 .html。はい。こういう風にしますと、このようにですね、先ほど作ってたのが、 表としてウェブに HTML で表示されたわけです。これは皆さんの方からもいつでもこのアドレスで見れますので、どんな形になってるか、この後ですね、確かめてみてください。概要欄に URL は貼っておきます。ということで今日はですね、Google のスプレッドシート、これを使って拡張機能、これを入れました。GPT 法。 シーツドック、ちょっとドックが切れて見えてませんがこれをインストールしましたら今日やったように関数として gpt という関数が表示できますのでそこで普通のチャット gpt と同じような文章になるようにしてセルに書き込んだらあとはそれをコピーするだけでこんな 一覧表が出るわけです。またここに項目を追加することも簡単です。ぜひとも情報収集とかいうのにはとっても早いです。こんなこと調べようと思ったら何日かかるかわからないというほど大変な作業になりますよね。まだこれは30ぐらいの項目だったからいいですけれどもですね、例えば、そうですね。 なんかの建築次第それとですねそれの各メーカーのブランドとかですねどういう用途で使うかとかいうようなこういう一覧表もできるということですビジネスにはとても情報収集に便利なスプレッドシートとの連携だと思いますので是非とも使ってみてくださいそしてこういうふうにホームページを作る時にも とっても素早くできると思います。何十倍、何百倍の速さで情報収集ができるのではないでしょうか。今日は長い時間聞いていただいてありがとうございました。村長でした。